Hello this 啊，今日去 TV 呢一個數，今日咧又嚟到尋找日本味道之旅in Hong Kong 啦。因為咧今集咧有少少低沉，咁咧因為咧周圍啲拉麵鋪咧都關就關，係嘛？停業就停業。咁啊揾到間咧就係叫做巴里烏麥嘅拉麵鋪頭。咁咧一邊食一邊同大家講啦。咁啊以前都食過噶啦，巴里烏麥。咁巴里烏麥咧就係、是一個方言嚟嘅，咁巴里即係話咧非常特別麼？個意味嚟咧，你話？咁呢間咧巴里烏麥咧，其實喺香港好多地方都開咗噶啦。咁啊係主打豉油湯嘅拉麵。咁啊今日咧嗌咗呢一個咧就係好厚肉嘅叉燒拉麵。誒，係你話？いただきます。まずはスープですね。濃厚ですね。うまい。次は麺ですね。本当にこのラーメン久しぶりだからちょっと感動しました。結構うまいですね。まあ今の時期、まあコロナで。まあ、いろんな店が潰れちゃって、まあ、これはしょうがないね。これラーメンさえがあれば、今一番幸せなことです。次はチャーシュー。チャーシュー。いただきます。おー、うまいうまい。ほら。油がすごいですね、チャーシュー。なんだかそのスープの中で少しバターの感じがしました。少しバターの味がしました。ちょっと。まあバターが入ってるかな、これ。コショウ。え、ニンニク、ガーリック。で、一味。呢個可以話係我暫時嘅 comfort food 咯。希望快啲疫情完結啦，咁啱大家都可以嚇去咗旅行啦，係咪？呢個巴里烏麥咧就我自己個人嘅經驗嚟講，就唔係真係特別好味，巴里烏麥專料味，普通好食，係好味嘅，係正常拉麵水平，係啦。咁啊，咁咧今日咧呢個拉麵咧。雖然佢係唔係超高好味，但係咧我都俾佢五粒星嘅，因為真係好感動，好耐冇食過日本拉麵啦，真係。では皆さんよろしければ、よろしいのチャンネル登録をお願いします。じゃあまたね、バイ。